はい、見つけ書評家の創生ハッチでございます。今回は桜花賞ということでね、桜花賞が 1600m で行われるも、今年が最後、来年からは 1500m での距離短縮が決まっています。で、これはあの南関東の話だった。はい、置いといてということで、 JRA の話真面目にいきたいと思います。というわけでですね、今年のね、山西牝馬戦線、ちょっとね、時計面で評価の低いレースが多いなという印象がございます。まあ、その中で今回唯一評価可能な、あ、まあ厳密に言えば2つあるのかなみたいな形でですね、まあ、評価可能なレースがございました。まあ、物差し馬っていうのを基準に考えても、やはりこのレースが最有力と言ってもいいんじゃないかな。の割にはオッズがついてて、ね、今回は大技狙いの回でございます。まあ、南関東の変な話したんでね、そこで離れずに皆さん見てくれることを期待しておりますよ。ということで、今回の回目はまあこんな感じです。まあ、ちょっとね、あの大穴の頭と、本気の本気で、これらはもう今のネット競馬の想定人気順約50倍から10分の1のオッズになっても本命にするというね、自信の本命、この2頭をそれぞれ頭で、まあ、ちょっとね、いつもだったら3連単5頭ボックスとか言っていっちゃう点数まで到達しますが、まあ、この頭だったら十分元取ってね、プラスにいけるでしょうということで、ちょっと手広くいかせてもらいます。こんだけまあ軸で大振りするんでね、まあ単勝的中とかって打ってもいいだろうしぐらいのね、オッズがつきそうなんでやっていきたいと思っておりますよ。というわけで、笛がむずい予想のポイント、物差し馬基準に見ても、この辺の大穴馬、まあ、そして軸馬っていうのは、G1 レベルと遜色がないところまで評価ができると思います。まあ、もちろんタイム指数、指数的な観点で見れば、G1 クラスの馬たちを超えてくるから軸にしたわけですね。まあ、別にあの人気がないから狙うっていうよりは、この馬の方が強いと思ってるし、こんなにオッズがついて美味しいなぐらいの心持ちでやっていきたいなというふうに思っております。というわけでね、今回の軸馬が、現在ネット競馬想定11番人気アルリンウェイ。これね、最初に、まあ、2週前登録の前後にデータ取った時には14番人気だったんで、そのまま14番人気って表示したかったんだけどね、まあ、その方がインパクトあるから、まあそんなことしなくてもいいかってぐらい、現在想定オッズが 39.1 倍ですね。まあ、この半分ぐらいでも十分美味しいんだけれども、美味しすぎるんだけれども、エルフィンステークスからここ直行っていうローテ自体、まあ、例えば三冠牝馬、無敗で三冠を取ったデアリングタクトは、シンバ、エルフィンステークス、そして三冠それぞれ直行で3連勝、5戦5勝で無敗の三冠牝馬となったわけですよね。まあ、この馬の場合、満場賞を余計に使ってるんだけども、ここの満場賞2着に負けた勝ち馬がその後の新山記念を勝利ということで、まあ、ボバの重賞勝ち馬とタイム差なしまで迫っております。まあ、そう考えると、それだけでも実力の、まあ、裏付けはあるだろうというところなんですが、エルフィンステークスの2着馬ママコチャ、これがね、あのファンタジーステークスでは3着ということで、まあ、ファンタジーステークスの上位2頭と着差的に言えばアルーディングウェイ同じぐらいじゃないかなと。まあ、つまり、阪神ジュベナイルフィリーズでは3着5着だったかな、ウォーターナビレラと、ナムラクレア、まあ、この辺りとアルーリングウェイ、ママコチャを物差しにすればほぼ同格。もっと言えば、まあ、小倉2歳ステークスを勝った1002から1004がベストと思われるベスト距離のナムラクレアと、まあ、マイルでのアルーリングウェイがほぼ同格って考えると、マイルでは当然アルーリングウェイの方が上、まあ、そしてまあ、ってことは阪神ジュベナイルフィリーズでの掲示板組とアルーディングウェイもほぼ同格というふうにね、物差しから言えば見ることができる。まあ、もちろんあの時計の評価、タイム指数で見ると、まあ、小馬2勝クラスを超えてくるオープン入りしても遜色がないと言えるタイムに差し掛かってくる基準値である100というね、指数値を超えたレースっていうのが、このエルフィンステークスと距離が違うフィリーズデビュー、この2レースしかないんですね。まあ、なので、マイル戦のこちらの方を表の本命ということにしまして、まあ、アルーディングウェイ軸でいいんじゃないかなと。まあ、このアルーディングの一族ね、野村昭彦先生がずっと見ていた一族で、定年後は、藤岡厩舎に基本的には入っています。まあ、あの出来が悪い子はね、美穂の武井良厩舎とか他の厩舎に入る馬もいたんだけれども、まあ、基本的に出来のいい子は野村先生から藤岡先生が引き継いでるという品系になっているんで、まあ、これはもうほぼ本家筋に入ったと見ていいでしょう。そして そうなれば、まあ藤岡祐介騎手が乗るのも当然の習いということでですね、まあ、騎手起用に関しても、まあこれはまあこの品系の流れなのかなということで問題ないと見ております。軸でいきたいと思います。まあ、そして1番人気ナミュール、まあ、この馬がね、阪神ジュベナイルフィリーズ4着、
とはいえ出遅れて強い競馬を見せてからのチューリップ賞ということで、まあ、やってきたんですが非常に不安です。まあなんだったらちょっと紐多すぎたから1頭消そうかってなったらこの馬を真っ先に消してもいいんじゃないかなと思っているぐらい、まあ一週前調教が予定より時計が早くなって負荷をかけすぎた。これね、あの同じコメント同じキャロットの勝負服の馬で先週もそういう話した気がするんですよね。まあ西王が馬一週前はこれぐらいやっちゃってもよかったんじゃないかななんていうふうに言ってた馬がどうなったかっていうと、まあ、1番人気9着という形でね、先週の動画でこう、まあ、僕も西王が馬でなってくれることを祈ってますみたいな感じでね、先週軸にしてしまったのも大間違いだったと。まあ、そもそもね、このナミュール、阪神ジュベナイルフィリーズを使う予定がなく、赤松賞で2勝目を挙げた後は、まあ、もうあとちょっと賞金加算すれば桜花賞出れるよねということで、1月、もしくは2月のオープン、まあ、だからエルフィンステークスとかね、このあたりでちゃんと賞金を加算して、まあ、最近流行りのローテで桜花賞に向かうはずでした。まあ、ところがですね、阪神ジュベナイルフィリーズでクリスチャン、そうだね、クリスチャンだね、クリスチャンデムーロに乗せる馬がいなかったということもあって、まあ、じゃあ G1 出ちゃえってことになっちゃったんですね。急遽の出走でした。まあ、念のため登録とかって言ってたら本当に出ることになっちゃったみたいな感じだったんだけれども、まあ、そして出遅れて4着、賞金が加算できなくて、桜花賞で出れるかどうかギリの賞金になっちゃったから、阪神ジュベナイルフィリーズの後、さらに一戦、予定していたローテより一つ余計にレースを使わなきゃいけなくなっちゃったというのがこの馬のローテです。まあ、そうなってくると、まあ、それだけでも気がかりなんだけれども、阪神ジュベナイルフィリーズで、まあ、赤松賞から減っていた430キロからの馬体重、チューリップ賞でも1キロも増えていませんでした。まあ、そう考えると、まあ、明らかな調整失敗、チューリップ賞から桜花賞までの間で馬体が増えるような調整をしてきたとすれば、これ今度は緩めすぎ、まあ、減って当然というローテなんだけれども、まあ、430キロからさらに減るっていうのは、今度は桜花賞の勝負になるかっていうタフなレースって考えると、まあ、結構ね、桜花賞って馬体が大きい馬が来るっていう傾向があるんで、それだけでも厳しいところ、状況的にも思い通りいってないということは、まあ、これまで素質1番手で、ね、あの表路線の1番手の素質を見せてる馬って考えると、まあ消しきれないんで、一応印は残しておきますという感じですね。まあ、そして2番人気サークルオブライフ、 G1 馬です。まあ、なんだかんだ言って、まあ、このメンバーの中で格上なのは間違いがないところ、そして、まあ、3着とはいえ、ね、トライアルらしいという競馬は見せてくれてのデムーロ継続騎乗、まあ、一応問題はないのかな。G1 馬が2歳女王が、まあ、1つ叩いて本番に臨むという、ね、昔ながらの桜花賞のローテを取ることができました。まあ、印は打ってきましょうというところですね。そして3番人気ウォーターナビレラ、正直ね、1番人気、2番人気、3番人気全部印を打つっていうのは僕のパターンとしてはなかなかないところなんだけれども、まあ、できるだけ3番人気まで1頭は消すようにしているんだけれども、まあ、軸11番人気で買う分にはまあ別にそれぞれオッズ的に問題ないでしょうということで、まあ、印は打っちゃってますと。なぜ、まあね、実際賞金が足りてるトライアルって考えると、まあ、前走の、ね、5着でもまあ前に行って残る競馬ができた、まあ、後ろ有利のレースになった割にはみたいな、ね、ところはあると思います。まあ、そしてですね、チューリップ賞で実際に阪神ジュベナイルフィリーズ組でですね、上位に来た馬たち、唯一馬体が増えてたのがウォーターナビレラなんですね。まあ、つまりこの馬だけは本当に、まあ、絞れてちょうどいいと言える調整で、いや本当にあの太め残りで出てきたって考えると、まあ、案外消さなくてもいいんじゃないかなってことで、まあ、ファンタジーステークスでね、ナムラクレア、まあ、そしてママコちゃんに勝っていると、ママコちゃんを物差しにすればアルリングウェイと同じかそれ以上ぐらいのパフォーマンス見せてはいる馬ですよということでですね、まあ、一応紐には入れておきたいと思います。そして4番人気ライラック、ラッキーライラックからラッキーがなくなった状態ってなってくると、ラッキーライラックで思い出すのがチューリップ賞勝ってですね、あの2歳女王でチューリップ賞も確か勝ってきて、完璧な競馬をして内枠から抜け出したと思いきや、もう桜花賞馬だなっていう状況から、外からですね、史上最強牝馬 G1 級勝馬に差し切られたのがラッキーライラック。ここからラッキーが欠けた状態だと、もっとひどいことが起こるんじゃないかな。まあね、鞍上は福永を確保しましたし、まあ、フェアリーステークスからっていう臨戦自体ね、まあ最近の流行り、去年の3着馬も確かこの臨戦でした。ただね、フェアリーステークスのレベルがどうだったのかなってことで言うと、まあその前のね、そんなに
にレベルが高くなかった京都2歳ステークスボバの G3 負けてんのもね気がかりですし、フェアリーステークス2着のスターズオンアイス、スターズオンアース、この馬がね結構物差し馬って感じで、勝った新馬勝ちの後3着2着2着みたいな感じで重賞2着連発でね賞金を稼いでここに登録してきているんですが、これがですねナミュールと 0.5 秒差、ライラックと 0.1 秒差、プレサージュリフトと 0.1 秒差という感じでね、安定したパフォーマンスでこんな感じなんですね。指数的にはそれぞれ3レース大体同じ評価ができると思いますっていう状況で考えると、スターズオンアイスをちぎって勝ったのがナミュール、ギリ勝ったのがライラックとプレサージュリフトということで、まあ、ナミュールよりはこの辺1枚落ちるのかなってなってくるとね、今回、まあ、G1 上位勢と同じぐらいと思っている馬たちで印を固めているんで、そこから1枚落ちるなということでライラックもね消しでいいと思います。まあ、そして5番人気プレサージュリフト、あもう話しちゃったね今の物差しの話でね、半分は話しちゃったんだけども、まあ、あのスターズオンアースを物差しに見ればナミュール買いからの、まあ、そこから約1馬身2馬身あの遅れたのが、ライラックだったりプレサージュリフトだったりという形になってきます。まあ、時計面でもねあのクイーンカップ、まあ、ちょっとね、G1 上位勢よりちょっと落ちる時計だったなみたいな評価にもなっているんで、まあ、ここはねこの馬も、うん、鞍上川田への乗り換わりっていうのがね、まあ、天乗りってことを除けばプラスかなぐらいのね機種を確保できてはいるんですけども、ここまで見せた能力的に消しでいきたいと思います。そして6番人気ラブリー・ユア・アイズ、阪神ジュベナルフィリーズの2着馬ですね。まあ、なんだかんだでねその前の重賞はなんか変なペースに巻き込まれてね、まあ、あの1004から1004型のスプリンターの流れになっちゃったってこともあって負けてはいるんですが、なんだかんだ G1 2着っていうのはね評価ができると思います。まあ、そして今回阪神ジュベナイルフィリーズ組の中で唯一の直行ローテ、まあ、シャダイファームさんの馬なんでね、まあ、ノーザンファームは直行ローテ取ってきてるけどシャダイファームさんどうかなみたいなところはあるんですが、まあ、とはいえね近年流行りの直行ローテを阪神ジュベナイルフィリーズ上位組で唯一取ってきたっていう点は評価してここは変えていきたいと思います。まあ、そしてナムラクレア、これがねあのフィリーズデビュー非常に指数的には優位なレースだったんで、あのどうしようかなと思ったんですが、この馬の場合はね1002がベスト、まあ1004までかなみたいなね戦績でね、1006でもちょっとパフォーマンス一つ落ちるのかなって見ると大体いろいろ説明がつくということでね、まあ実際1006の新馬戦で3着に負けた後に1002のオープン G3 と連勝してるんですね。初勝利がフェニックス賞オープン特別、まあ1006で新潟のこのメンツのデビュー戦でもね大きく負けてる。マイルではボンクラージュの3着 0.7 秒差みたいなことを考えるとね、やっぱり阪神ジュベナイルフィリーズも含めてですね、まあ、マイルでは少しパフォーマンスが落ちるなということで、まあ、あえて消しでいきたいと思います。まあ、そして8番スターズオンアイス、この馬なんかね典型的な物差し馬ですね。先ほども話した通りナミュール、ライラック、プレサージュリフトと上位人気3頭に完全に負けてるわけで、まあこの3頭に先着を許しただけでも他の馬たちが、まあ、軒並みパフォーマンスねあれだったとしても、まあこの3頭に先着を許しただけで消し、まあ、消しですね。安定した力は見せてるんだけれども、その安定感っていうのは世代重賞レベル G1 では及ばないというふうに思っております。そして9番人気ピンハイ、チューリップ賞13番人気2着、単勝200倍ぐらいだったっけ、229.8 倍の13番人気で2着ということで、まあ、完全にノーマークだったんだけれども、まあ、指数的には通用しそうなんだけどもね、これあの1枠1枚引いて内ぴったりでね、あの理想的な競馬ができちゃったよね。 トライアルで権利を取りたいというんだったら理想的なことができちゃったけれども、今回相手強化してどうなんだろうかとか、まあ、頭数もね若干増えますしね、まあ、そんな中でまあ、同じパフォーマンスができるか、まあ、ましてやね馬体重が大きな馬有利と言われる桜花賞の中でね、今回このピンハイが414キロしかないんですね。まあ、チューリップ賞結構ね馬体重軽い馬が多く出ていて、430キロのナミュールでもねそんなに小さい部類じゃなかった、まあ、それに対して今回430キロじゃ小さい部類になるからナミュールもきついと思うんだけれども、ピンハイはもっと小さいってことでね、まあ、内枠で内枠べったりももう一回内枠引くって可能性も低いし、まあ、余震馬引いたとしても
まあ、同じラッキーが2度続くかってところもあるんでね、ここは消しでいきたいと思います。まあ、そして10番人気ベルクレスタ、もうねそろそろ疲れてきたんでね、常々言ってる POG 指名馬、もうこれまでね動画見てくれた人ならベルクレスタお前 POG 指名してたよなということで、もうここで印打って終わりにしちゃおうか。はい、ここまででね紐4点になるのかな、ちょうどいいかなとかって思ったんだけれども、もう5点目かちょうどいいかなと思ったんだけれども、まあ、とはいえね、いやいくらねエコひいきしたところで上の上位人気勢とは G1 のね掲示番組とかで勝負付け済んでんだろこれというところ、まあ、忘れなぐさ賞とのダブル登録ですよ。まあ正直 POG で指名してる人や、まあこの馬とあんまり関係ない人は桜花賞出てほしいっていう人もいるでしょう。一口馬主さんの中では意見が分かれるところだと思います。どう考えても賞金の期待値が高いのは忘れなぐさ賞の方、 G1 出走という名誉が欲しいんであれば、まあ確かにここで桜花賞出てしまうのも手なんですけども、まあ、多分ね忘れなぐさ賞2着とかで賞金加算できなくてもオークス出られる賞金はあると思うんだもん。まあ、そんな中で、まあ、オークスはね回避馬多く出るから出られると思うんだけれども、そんな中でまあ桜花賞に出た場合の賞金の期待値と忘れなぐさ賞の場合の期待値では、まあ、忘れなぐさ賞2着3着と考えても忘れなぐさ賞の方がいっぱいお金がもらえます。まあ、僕の POG のポイントもそうなんだけれども、まあ馬主さんにとってもね実際のお金で入ってくるわけですから、まあ、僕は忘れなぐさ賞に出てほしいと思っております。まあ、消しですね。まあ、そして12番人気姉御原、阪神ジブナイルフィリーズからここまで3戦、うん、ちょっとねローテ的にいくらなんでもというところですね。まあ未勝利戦とかでそんだけ同じように使ってきている馬もこの後いますが、いくらなんでもほぼ重賞 G1 使ってのそれはねやりすぎだと思います。まあ、トライアルで3着なんとか権利を確保しましたが18着候補ですね。まあ、そして13番人気フォラブルーテ、まあ、馬体重的にもねちょっとそこまで大きくないですし時計面での評価も高くありません。ただ上がり最速をね勝ったレース2回とも使えているというあたり比較的まあ末脚勝負になれば面白いのかなというところはあります。まあ、そしてねそうなった場合、まあそれ以外にはあんまり狙いどころはないんですが、騎手欄にねルメールって書いてあったんですね。まあもちろんルメール一流騎手を確保したぞっていう意味合いだけではなく、勝負服が僕がよく見る、なんか僕が一口出資してる勝負服と一口クラブとね多分同じ勝負服なんですよね。まあそうするとね見ると仕上がりもよく良さそうですし、何よりねノーザンファーム系のクラブがルメールを確保したということの意味っていうのを考えると、ここはまあ十分狙えるのかなと。まあ少なくとも本当に13番人気で買えるんだったら美味しすぎねえかということでね、まあ案外この馬が人気しちゃってその分僕の軸馬が人気しないところっていうねパターンもね一つ願ってですね、こんな感じでやってみたいと思います。あとはまだひらめきをこの後あるんでね、それも含めてということになりますが、お楽しみに桜花賞をね楽しんでいきたいと思います。以上ハッチーでした。